僕は将来気象予報士の試験を合格するためにちょっと関係している講義なので受けて、やっぱり自分の知らないことっていうものが結構出てきまして、講義の内容でですね、ためになってます。やっぱりタブレットは便利だとは思ってますね。やっぱり紙と違って配る時間とかというものを省けるので、時間の短縮にもなりますし、あと自分の思ったことをそのアップでペンシルで自由に書けるっていうのもいいことだと思いますね。基本的にそれは見ないので、僕はどうとも思いませんね。この授業ではもともとスライドが用意されていて、自分でコピーして、そのスライドに沿って授業を進めているので、どんな内容がやるとか事前に分かって、自分でも勉強しやすいからすごい楽でした。私はすごいいいなって思ってて、その途中とかでも問題が配布されるんですけど、やっぱりその問題で自分が答えられないのもかなりあって、なんかまだ自分の頭でしっかり理解できてないことが自覚できるし、結構詳しく授業内で説明してくれるので分かりやすかったです。受けるだけだと受けてるだけって感じで、なんか頭に入ってないイメージなので、やっぱ自分からそういうなんか間違えたりするとすごい印象的で、今後のテストとかでも覚えてることが多いので、私はすごいいいと思います。この授業は、スライド1個ごとに図もつけてくれてて、説明の文章だけでは分かりにくいところも、図を見て説明も加えてくれるので、すごいありがたい授業だなって思います。タブレットを使ってやってるんですけど、先生が使ってる資料を添付してくれるので、手元でその図が見やすいっていうことと、あと授業に自分で参加してるっていう感じがすごい強いのでいいなと思います。そうですね、手を動かして自分で他の人の意見も見たりするので、なんか頭と体に入っていく感じがあるのでいいなって思います。はい。